どうも皆さんこんばんは。オオカミのチャンネルへようこそ。本日もオキシゲンノットインクルード続きやっていきたいと思います。それでは石を探しに行きたいけれど装飾地不足でスキルがなくどうしようか悩んでいるところです。この大容量電線のそばにあるとものすごい装飾が下がってどうにもならない。ここでも酸素充満してるから一ついいことを考えたのが、ここちょっと暑いね。これ断熱タイルでこうしてあげて、酸素は十分だからもう一部屋作る。1234567891011121314123456789101112134。ここまで。いやーそれしかないような気がするな。これでこのベッドの装飾も低いから、この危険ラインのやつはちょっと解体してあげて、でこれも解体して、ここの装飾はここはプラスということで、違う、そうじゃない。ドアを鉄にして、いやでもここ鉄にすると危ないな。こうだな、こっちからの酸素が回ったら危ないから、でこうしてあげて、ここ開けなくてもいいと思う。で問題はここまでしっかりはしごを伸ばしてあげて、ここも採掘。いやこういうのででも解決していくしかないと思う。サビここに入れてもいいんじゃない。え、サビって何？金属、無機物、違う、無機ではない、有機、違う、その他、違う、工業用素材、違う。え、あれサビって何？消費用だ。こうかな。これで瓦礫も片付けて、もう常に瓦礫は片付けつつ、部屋をきれいにしつつ、あれこれ何か、緑草もは仲間が何？有機物。緑草も、これで急いでここを食堂にしてあげて、食堂に必要なのか、普通に食卓だけでいいんだ。まあなら簡単といえば簡単。ここキャンセルしてあげて、ここを掘るのが優先かな。休憩時間だ。これで若干士気上がるかな。足りそうといえば足りそう。
とりあえずマックスくん。サイド再び行けるようになった。これでここ掘れるからだいぶ世界が変わると思う。え、電力不足どうして？あ、ちょ、まずいまずいまずい。この優先度、いや、これ7ぐらいにしたいと危ないんじゃないかな。これ7にすればどうにかなるかな。待って、今優先度状態が掘るのを8にしてて、で、7にしてるところがあって、これでうまく回る気がするけど、ここ掘り終われば仕事がないわけだから、ほとんどの人は。で、これを、秋の実にしてあげて、これ大丈夫かな？帰ってこれるかな？帰ってこれない時あるからすごい怖い。このアレルギーに接触してるのまずいと思う。あ、帰れる帰れる、よかったよかった。とりあえず電力電力、石炭入れようみんな。いや、これ優先度これ8にしないとまずいな。設備は埋もれてます。どこからか瓦礫が来た模様。ああ、危ない危ない。わあ、石炭なくなるまでとの戦いになってきてる。これいよいよ26トン持つかな。本当にこの下にあるのか。あれ、天然ガス発電機もなんで壊れたの。これ壊れるの不思議だな。熱いのかな。もうちょっと奥に作った方が良かったかな。まあ作ってもいいけど、奥に。この水が、いや違うな、やっぱり装置がちょっと近いからかな。一マス開けて、まあ、この辺まで離して、天然ガスはもう一個作ってもいいと思う。あ、でもその前に50日もあったら石油ができそう、多分あるでしょう。見なかったことにしよう。とりあえずここの優先度を上げてほしいんだけど、どうして。みんな、あ、掃除で忙しいんだ。休憩時間だ。これでここの装飾も大丈夫かな。装飾一応プラスだもんね。じゃあ食卓がここありになってるんだ。ってことはあと1人分あるんだ。ここの装飾とかどうなの。まあ低いけど、まあまあっていう感じ。ここ優先してほしいな。ここ道路の上って登れないのかな、もしや。だから進まない。こうしたら進むかな。ちょっとしかやんないな、あの子。あ、材料がないのか。どんどん行ってほしいね。パームリリー、いいね。
あーなんか十分良くなってきた。あとここもやってくれれば。人材が足りてない、そもそも 0.3 サイクル。いやー早く人が欲しい。もう食料はかなりある。電力足りてないな。これ1個で600なんだ。1800でも電力足りない。そんなに電力足りない。そんなに足りないんだ。石炭の減りが本当に気になる。いいね。違う、ない。本当にあるのか下に。なんか石油ってやっぱりでも下のイメージなんだけど、それだけに頼って。あれ待って、酸素全然どこどこどこ。あーまだ大丈夫じゃない。まあまだ大丈夫でしょ。まだ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 これからでしょ。いいね。違う、汚染水が見えてる。ない、まだ下なのか。深いな。やった、ガチャが来た。今日のガチャ、オキシライト酸素放出。これしかないな。暴食破壊衝動、破壊衝動とかどういう破壊衝動さ。ダメでしょそんなことしたら。まあ、これで酸素が少しばらまかれるって考えたら無事かな。これでみんなのストレス、あーでもだいぶ下がってきてるな。何かストレスあるの？いや、装飾真っ赤なのがやっぱり良くないんだろうな。展示台、とりあえず鉄が12になるから全部鉄でいいかな。アサビライトっていくつ？何でもいいのかな。あ、これも12なんだ。アサビライトでもいいんだ。とりあえず余ってるやつでいいと思う。アサビライト、アサビライト、その他 22.5 トン、何でもあるね。結構アサビライトこっちの方がいいかな。アサビライトこれか。とりあえず装飾が上がってくれれば何でもいいと思う。いやーないなー。まだまだ下に行くしかない。遠いなー。汚染水にはぶつかりたくないけど。ここまでかな。休憩だ。いや電力が全然足りてないな。まずいな。電力不足厳しい。一マス開けてもう一個作ってもいいぐらいだな。でも石炭もそんなにあるわけじゃないし。いやこれ石炭なくなったら本当に積むんじゃろうな。展示品なかなか置いてくれないのは、あ、優先度が低いからか。これ優先度8ぐらいにしといてもいいと思う。別に1回しか置かないことだし。君じゃないよね。できれば酸素止まったら違う人に行ってほしい。あ、そうそう、掘る人、フォローしたがメインで言ってほしい。ない、未だなし。
これで優先度を5に戻してあげよう。電力もギリギリ回ってる。ないなぁ、全然ないなぁ。何これ、塩水とかいらないんだけど。今そういう問題じゃない。あれ、今どこやってるだろうみんな。あー、ここ結構遠いんだ、大変そう。頑張ってもらうしかない。それはまあ食料もまだ大丈夫でしょう。ここに鉄があるのか。これ結構際どいな。これ何がいっぱい、砂岩がいっぱいになってるんだ。まだ余裕はある。これは砂岩ほとんど砂岩なんだ。装飾上がったかな。だいぶ上がってる。これだけ上がってれば心強いとは思うんだけど。ここの酸素が少ないからあんまり長い間作業できないんだろうな。いや全然ない、ヘドロしかないんだけど。いやー困ったな本当に。あと40でしょ。こっちは次の金まで 1.2。 あ、こっちももう終わるんだ。これまずいな、あちこちまずいな。どうにかならないかな本当に。ちょっと優先作業のチェック。これ何？ああ、掃除か。掃除が忙しくてこれが9で、まあそうだよね、そこは優先だよね。まあ悪い優先度ではないと思う。これは全然ない。これ何、長椅子って。伝統、これ何か意味あるの。これ何も使い道がないと思うんだけど。あ、結構ずっと早送りになってる、作業が長くて。はい、それでは一応掘れることようにはなったので、食卓をこっちにずらしていきたいと思います。酸素をここに送っ、ここから送っていけば多分溜まると思うので、とりあえず装飾を大事にしていきたいと思います。それではまだ見ぬ石油、次回あればいいなと思います。本日はご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またねー。